今ね、ニンニクの皮むきしてます。このニンニクの表面のこの土がついた状態で売るのはね、ちょっとこう見た目良くないんで、表面の皮だけを取って、皮むきしています。でね、まず一般家庭だったらこうやって手でちょろちょろって取ってもいいんだけども、一応販売する量でやってるんで、まあ60キロ70キロぐらい今年取れたんで、まあそれでも小さい面積だからね、プロの本当のその専業ニンニク専門にやってる人に比べたら少ない量で、狭い範囲でだから手でもやれるんだけども、例えばね、他にも仕事いっぱいあるから、これだけに時間をかけてられない。だからどうするかっていうと、まずはこの表面のあらかた取ります。取るとどうしてもこの指で簡単に取れない、爪で力入れると、なんだ、残しておきたい皮まで剥けてしまう、綺麗に剥けない。じゃあどうするかっていうと、ね、どうするかっていうと、このエアーコンプレッサー、ね、空気をここに圧力で溜めておいて、ここでとこう空気を出す、機械、これを使って、皮むきます。今音大きくなると思うんで、まあ、編集で音を小さくするかカットしてやりますけども、ね、すごい音出るんで、ね、本当はね。でこれをでやれば剥けちゃうのよ。であとここをちょちょちょっと取ればね、綺麗に剥けちゃいます。まあ若干ちょっとまだね、土がついて汚いんで、もう一枚剥いとくかね。でこの上の部分取ってしまえば、見づらいかもしれないけども、ね、ちょっと残ってるでしょ。これをまだ音を編集でなくするけども、ね、今これエアコンプレッサー音切るけども、まあ、電源切ったけども、今の音が圧力を溜めてる時の音、使ってれば圧力下がれば自動的に圧を溜めてくれるんで、ね、連続して使えるんだけども、うるさいんで今消しました。でこうやってほらね、向けて、あとはもうこれでね、っていう風にやれば楽にいきます。まあ誰でもね、誰でもこのよいしょエアコンプレッサー持ってるわけではないと思うんで、まあ一般家庭ではなかなかやらない、買わない、使わないものだと思うんだけども、だいたいこれ新品で買えばこのサイズで1万5000円ぐらいかな。俺は中古で、近所の中古のお店で1万円で買って、でこの部分とここね、ノズルとホースの部分は、新品で買いました。それが3000円ぐらいかな、うん、でだけどもさ、これのおかげでやっぱ仕事が早く進むし、楽だし、イライラしないし、他のことに対しても時間が使えるっていうことで、時間を買ったと思って、このエアコンプレッサーを買うことによって時間を節約して、また新しい価値を生むことができる。さらに、軽トラの中のホコリとかいっぱいあるんだよね、畑作業してるから、ね、それをこれでふっと吹き飛ばして掃除したりもできる。またパソコン、自作パソコンとか昔作ってて、また使ってるんだけども、そのデスクトップのパソコンを持ってきて中のホコリ飛ばしてもいいし、まあ、大丈夫なのかな、強いかな、うん、まあ、まだやってないけども、やったりとか、そういう機械とかね、仮払い機とかの細かいところ、エンジン部分とかのホコリとかもピッて飛ばしてみたりとかいうふうな使い方もできるということで買いました。でもっと言うと、この先ね、新しい仕事を作る予定なんで、その仕事でもすごく活躍してくれると思うんで、まあ、先行投資っていうことでも買いました。うん。ね。で、まあ、その新しい仕事をするために、いろいろ勉強させてもらうのにバイトしてるんで、農業にかける時間を圧縮して、圧縮して、こういう道具を買って圧縮して、で、そこで勉強しに行く、バイトしに行く。っていう風にして時間を作るためにお金を使ったっていう形だね、うん、まあ別の話になったけども、まあ、とりあえずね、こういう風に道具を使えば、これ綺麗だな、使えばね、こうやってね、ニンニクも簡単に皮が剥けるし、綺麗に剥けるしっていうこと。だからもし
まあ、ちょっと大きめな家庭菜園、まあ、プロの人でも、ね、やってるんであれば小さいもの、ね、中古で1万円だった俺は、まあ、1万5000円ぐらい新品で売ってるんで、いろんなものにも使えるんで、まあ、買ってみることもおすすめします。エアコンプレッサー、エアコンプレッサーを使ってニンニクの皮を剥く、もう一回っていう話ね。俺このやり方をね、知らなかったのね。プロのニンニク農家っていうのが周りになかったから、ちょっといろいろ調べて調べてたら、動画が出てきて、YouTube じゃなくてなんだっけ、ブログか、ニンニク農家さんのブログでこうやってプシューってやって皮を剥くっていうやり方、あ、そうか、このやり方すれば楽なんだなって、こういう使い方があったんだなって、よくよく考えると長ネギとかの表面の皮を剥くのにもエアコンプレッサーちょっと改造してたけどねとかも使ってたからね、こういう発想もできたはずなのにできなかったけども、まあ、今はもうこれを買ったんでバンバンニンニクの皮を剥いてやっていきたいと思います。で、皮を剥き終わったら、まあ、こういう感じでネットに入れて、で今上の方にね、よいしょ、ね、こうやってニンニク吊るして風通しのいいところ、ね、よいしょ、おーっと、よいしょっていう感じで吊るして、ね、風通しのいいところに置いて、雨も当たらないところで、直射日光は当たらない方がいいか、ね、こういうふうに風通しのいいところに置いて吊るしておいておくと日持ちがするっていうことなんで、こうやって保存してました。まあ全然足りないんだけどね、このこれで1割ぐらいかな、今干してあるやつだけどね、まあこれをねどんどんやってっていっぱい干して、まあ、干す場所もどんどん作んなきゃダメなんだけど、2本しかやらなかったからもっと3本4本5本って作んなきゃダメなんだけどね。あ、やちなみにやってるのは100円ショップの SG フックね、をインパクトドライバーで柱にガガガッとやってかけて、でそこに根節、支柱をね渡してネットを買ってきてそれを下げてるだけです。簡単にできますね、うん、意外とこういう工具買っておけばね、いろんなこういう風な作業とかすぐあるものでやれたりするんでね、うん、だからこういう風な干し方ね、一般家庭では多分この1袋か2袋ぐらい取るぐらいだと思うんでね、うん、でもこういうふうに干し、風通しよくネットに入れて干しておけば、日持ちはするんで、こういうふうに保存することをおすすめします。おすすめしますが、こうやってやっといた方がいいと思います。で、あとは、もっと長く持たせたいときは、前の動画にも出してる冷凍保存をやってもらえれば十分かなと思います。それではこれからまた、あと何キロなんだ。50キロ、40キロぐらいのニンニクを皮むきしていきたいと思います。